皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学校の歴史、江戸の大商人というタイトルで、江戸時代気になった江戸の大商人を2人、紹介したいと思います。江戸時代は大阪天下の台所ということで、大阪には大商人何人もいたんですけれど、江戸にもやはり大商人がいました。で、気になった大商人のうちの一人、これは越後屋なんですけれど、この越後屋というのは伊勢の松坂から出てきた三井八郎兵衛という人、この人が神田の駿河町に呉服商を出したと、呉服屋を出したと。これが越後屋です。当時の呉服商の売り方と、大名とか武家の家を回って注文を取って品物を売ると。代金はお盆とか暮れにまとめて払うと、1回とか2回に分けて払うと。お店でも商品は店に並べてありません。お客さんと話をしながら商品を店の奥から一つ一つ持ってきて、お客さんに見せて気に入ったら買ってもらうと。支払いはやはり年に1回または2回に分けて支払ってもらう。このため、ね、現金の商売じゃないので値段も少し高くなっていました。これに対して越後屋さん、この人は店に入ってすぐのところに反物を積み上げてあったんですね。商品を並べてあった。今だったら店に商品並んでるの普通ですけど、この時代は違ったんですね。江戸時代、ね、店に反物を積み上げてあった。お客さんがいつも見れると。そして好みのものを自由に選んだと。でそこには品物別に専任のこの手代係の人を置いていたと、こういう売り方をしました。で代金はその代わりね、その場で現金払いで駆け売りといって、後で払うよとかそういうことはしなかったんですね。現金でその場で払ってくださいということです。そういう売り方をしました。その代わり値段は現金で扱うので、他の店よりも格段に安かったんですね。でこのようにしてお客さんを集めました。でそれだけではありません、ね、急ぎのお客さんには即座に仕立てて渡したり、こう少しの小切れ、ね、少しの小切れとかね、反物の切り売り、これも応じていたんです。当時の売り方からしたら型破りの売り方、ね、考えられないような新しいアイデアを出してお客さんをどん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 増やしていって、店を大きくしていった、ね、そういう店なんですね。で夕立が来ると、ね、急に雨がザーッと降ってくると、これただで通りの人に傘を貸してあげたんです、ね、困っている人傘借りますよね。傘をパッと開くと、その傘に大きく越後屋って書いてあるんですよ、ね、傘を見て、お、越後屋の傘だぜって街の人思うわけです。すごい PR になりますよね。これは素晴らしいアイデア、広告のアイデアとしては素晴らしいアイデアですね。この越後屋の内容については、この伊原西鶴、この人が日本永代村の中で描いています。で三井、この人は大阪京都にも呉服店を出して、その利益をもとに両替商も始めて、日本で大きな、ね、天下の大商人になっていきました、ね、こういう人なんですね。今でも昔でも今やっていることと違う常識を破った、ね、そういう形を取ると商売って紹介す、あ、成功する、ね、そういう確率は増えるんですね。他の人と同じことをやっていったら、ね、他の人に追いつくことも難しいですし、大きくなることはできないんです、ね、そういうことがこの時代からも分かりますよね。でもう一人、奈良屋茂左衛門という人がいました。この人木材運びの子供として生まれて材木屋に出ます、まあ修行に出たということですね。
そして独立して材木屋になりました。この人は1683年幕府が日光東照宮の修理をするとき、ね、材木の調達を請け負って大儲けをしました。この幕府の仕事ですから利益はとても大きいんですね。ですからこの修理では多くの材木商が仕事を受けようと、この材木問屋の要求通りの値段で幕府にこれ、ね、予算を出すんです。これ材木商といっても問屋さんから材木を買って幕府に下ろすという形なので、問屋さんの言うことを聞かないと売ってもらえないかもしれない。だから問屋さんのね、この値段をつけろよっていうのを言うことを聞いて、その値段で幕府に予算を提出したと。でもこの奈良屋の左衛門、この人は世間の相場で、ね、予算を出した。ですから他の材木商、同業者の値段の半分くらいの値段だったそうです。ですから幕府はこの左衛門に、ね、材木の調達を任せたということです。これ問屋にすれば面白くないですよね。自分の言うことが聞かないと。勝手な値段を出しているということで。で、モザイモンも問屋から材木仕入れなきゃ売れない。幕府のところに持っていけないということで、これ買いに行くんですけど、問屋は、いや、今材木が入ってなくてないと。ね、何度言っても、いや、材木がないから売れないよと。ないものは売れないんだと言うんですね。そこで今度は、幕府の役人を連れて、この問屋に行きます。そして、本当にないんですね。ないんですか？ないんですね。何度もね、相手に念を押してから、この材木の置いてあるところに行って、では、あそこにある材木、ね、あそこに積んである材木は、あなたの材木じゃないんですね、と言って、大量の材木をタダで手に入れたと。こんな逸話の持ち主です。この茂左衛門さんというのは金使いがなくて、紀伊国屋文左衛門というやはり大商人がいるんですけど、その人とこの茂左衛門でお金の使い方、派手に使うのを競争していたなんて逸話もあります。そしてあまりにもこうお金を激しく使うので、これ一時幕府にこの財産を没収されたりしています。でもその後立て直して、で最後材木屋を辞めて貸し屋にをやって、家賃収入で、暮らしていたということです。今回は江戸の大商人というタイトルで、越後屋と奈良屋茂左衛門についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。